今日はですね、松、若松ですね。まあ、これを生け花にしてみたいと思います。正月は皆さんね、飾られること多いと思うので、ご参考にしていただきたいと思います。また今日は花瓶にね、スマートな感じで作ってみて、どこのお宅にも飾れるような、まあ、ちょっとコンパクトな仕上がり、意識してやってみたいと思いますので、参考にしていただければと思います。裏生けね、後ろから私生けています。皆さんは正面を見ていると。そういう状態ですね。なので、私は後ろから生けてますけど、後ろから生ける必要はないので、皆さん正面からあの花に向かって生けていただければと思うんですけど、まずちょっとこの松、今日ねだいぶ立派なのがあるんですけど、やっちゃいけない生け方ねみたいなの、このままこうドンと、まあ、こうなるんでしょうけど、まあこれはあまりよろしくないという感じがしますね。ちょっと特にここら辺がね、こうやたらもっさりしちゃってるっていう感じがしますよね。まあこれ横枝がね立派なのが入ってるんで、なので、まあこれは思い切って横枝は全部落としちゃっていいでしょうと。あ、まあ残しても一つぐらいですかね。今二つ、まあ、これで一本まあ立てましたと。これでいいんですよね。でこれ残ったこの横枝は足元に入れてあげましょう。ここに挟むように、この時に、こう横にねこう入れると結局さっきと同じ状態ですよね。横に広がるようにではなくて、場合によってはちょっとこの葉っぱむしっちゃってもいいと思うんですけど、後ろと前こう入るといいですよね。ありますかね。だからこう今ちょっと横に回しますよ。横に回した時に逆に言うと左右に広がってる状態、これは前前前後ろになるんだけど、この状態を作るっていうことですね。前から見るとこんな感じ。これは後で入れたいなと思ってます。ちょっと、まあちょっと下に入る葉っぱを取ろうか。これめちゃめちゃ大事ですね、このポイントね。前と後ろに入れて、で合わせるお花何がいいかっていうことですけど、基本ね何でもいいっすね。今だとユリとかでもいいし、あの赤いバラでもいいし、もちろん菊みたいなのだと正月感出ますし、あとはカーネーションとか、あの本当にお花屋さんで普通に売ってるようなお花合わせていただいていいと思います。今日は結局お正月っぽくなるんだけど、菊を準備しました。ピンポン菊って言われてるやつですね。これは手で折っちゃってもいいけど、この松に対してさらにねこう上に来るではなくて、半分より下ですね、あたりに来るように入るといいですね。こっちから行きたいですね。この時にねさっき入れたのが、松がね沈まないように支えてあげながらやるといいですね。でこの花瓶の中に入る葉っぱは取ると。このピンポン菊のいいところは、今これね横から撮ってますけど、横からもまあ綺麗ですよね。まあ多少下からも見えても大丈夫だし、要はどこから見ても綺麗だから簡単ってことなんですよ。バラとかやっぱりこうお花の向きがあったりすると、入れ方によって後ろを向いてるように見えちゃったりするようなことにもなってしまうんだけど、ピンポン菊はそれがないと。なので初心者におすすめですね。でもう一つあればお正月っぽくなるっていうアイテムね、赤い煮物ですね。これは、まあ、鶴梅もどきっていうやつなんですけど、お正月時期だと南天の実だったり、あとは千両だったり、あとは梅もどき、そこら辺ですね。赤い実が入るとよろしいっていうか、お正月っぽくなるというので、なんかね探して見つかるといいんですが、赤い実はいいですね。このまあ緑に映えるってのもありますよね。めちゃめちゃいいということですね。こういうのが今前に来ましたね。その1週間前のクリスマスもその色。そう、まあクリスマスもね、赤い実と緑とかね、まあ緑は松ではなくてね、もみの木だったりするんでしょうけど、赤い実が映えるってことですね。それと小花、今日用意してみました。これは菊、小菊ですね。ここら辺も添えてみましょう。こんな感じです。いいですね。
後ろからやっててね、分かるんですかって聞かれるんですけどね、このね、あの、あんまり分かるんですけど、やっぱどうかなって思いながらやってる時はたまにありますね。ね、ただなんかさ、こう実際やる人はまあ正面からいけるわけだからね、なんか逆に分かりづらくなっちゃう人もいるんだよね。ここら辺にね、やっぱ黄色が入るといいですね。これだけスマートだと玄関先とかにも飾れるでしょう。やっぱ前から見て最終的にはチェックですね。はい、なかなかいいですね。ちょっと回しますね。横から見るといいですね。奥行きがありますよね。こんなのを意識していただくといいと思います。で最後に、仕上げじゃないんですけど、こういう水引きってあります。これをちょっとふんわりかけて上の方で、ね、まあ縁起よくすると、そんな感じですかね。適当なちょっと上のあたりですかね、まあ、セロハンテープで結束してあげるということですね。ちょっと動きを出したいのでちょっと丸めて、ここを かけるってことね。これはちょっと愛嬌だけどできたらいいなぐらいなおまけですが、ね、こんな感じで水引きかけてあげてもいいですね。年末ぐらいにね、若松のお花屋さんに並ぶと思いますので、ぜひチャレンジしてみていただければと思いました。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。